こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は糖質を食べて痩せるということについてお話しさせていただきます。普段は Bレジェンドジムでトレーナーをしております。お客様のダイエット指導、食事指導を中心にさせていただいております。ダイエットが目的の方が多いんですけれども、その中で糖質を取ったら太るっていうふうに思っておられる方が非常に多くてですね、結論から言うと糖質は体脂肪にも変わるんですけれども、これは今からお話しする内容をしっかり知っていただければ、糖質は体に重要な栄養素であるっていうことをご理解いただけると思いますので、最後まで聞いてください。まず一つ目ですね、このダイエット中の糖質の重要性っていうところからお話しさせていただきます。よく耳にされる糖質制限っていうようなダイエット方法が情報としてあるがゆえにですね、それは間違ったダイエット方法ではないんですけれども、糖質に対しての抵抗感っていうのが非常に多いように感じます。この糖質っていうのはですね、三大栄養素の一つなんですけれども、もうダイエット行っていく、ないしはもう、生きていく上では非常に重要な栄養素になってます。ダイエットの基本的な考えは、無駄な脂肪を燃やしていく、落としていくっていうことにつきます。これはですね、逆を言えば筋肉をしっかりつける、ないしは筋肉を落とさないようにして脂肪だけを落としていくっていうことが非常に重要になるんですけれども、この筋肉をしっかり動かすエネルギーが糖質になります。ですので糖質が単純に不足している状況ですと、体が動かせない、筋肉が動かないっていう状況になります。その中でトレーニングをいくら頑張ったとしても、100% の、力が出せないっていう状況にもなりますし、ないしは運動、糖質が体内からない状態だと筋肉を分解して、糖として、それを変換してですね、エネルギーを生み出すみたいな形で、せっかく筋トレで筋肉をつけたいのに、筋肉がなかなかつかないっていう状況にもなりますので、この糖質っていうのは非常に重要だっていうところがまず一つ目です。2つ目、糖質を摂取した後、体でどういうふうに糖質って使われるのっていうところ、またその糖質が脂肪に変わってしまうケースっていうのもあるので、そのお話をさせていただきます。まず糖質、いろんな種類はあるんですけれども、ご飯とします。ご飯を食べました。食べると小腸っていうところでですね、吸収されるわけなんですけれども、そこから一旦肝臓という臓器に運ばれて、全身の血液に流れて細胞に吸収されていくというような流れになるんですけれども、体脂肪になるっていうのは前提として、消費カロリーと摂取カロリーで、この摂取カロリーの方が上回った状態ですよね。これが使われなかったエネルギーとして脂肪に蓄えられるっていうケースがあります。これは糖質も同じことでですね、使われなかった余った分っていうのは脂肪細胞として蓄えられるっていうケースがあります。ただですね、体っていうのは常に糖質をエネルギーとして使っています。私今お話しさせていただいているのも、脳を動かしていろいろ考えながら喋っているので、これも非常にこう糖質のエネルギーが必要になってきます。普段トレーニングしているので、その中でも糖質が非常に必要になってきます。ですので、しっかり体を動かして糖質を使っている状態で糖を取り込んで、その細胞内に糖質を吸収させて、筋肉を動かすことでエネルギーを使って脂肪を燃やしていくっていうところが、ダイエットにおいて非常に重要な考え方になります。糖質が体脂肪に変わる条件として、全く体を動かしてない状態ですよね。活動が著しく少ない状態ですと、全くエネルギーとして糖質って体が必要ないと判断されるので、脂肪になりやすい状況プラス、一度にたくさんも食べちゃう場合ですね、これに関しても食べる量が多いのでもちろん余ります。さらに糖質
というエネルギーと、もう一個すごいエネルギーを持っているのが脂肪のエネルギーですね。これはよく言います。糖と脂肪を、同時に取るからダメだ、脂肪になりやすい。これは本当にそういうことでですね、糖質も取って、脂肪というエネルギーも取って、で糖質は体の、細胞内に行きます。脂質ももちろん細胞ですね、ホルモンの栄養素になったり、行くんですけれども、何が余るかっていうと、同時に取った脂質が余ってしまって、そのまま体脂肪になるっていうケースも大いに考えられますので、糖質だけが太るというふうに考えられている方にとっては、体の代謝について知っていただくと、また食事の仕方も変わってくると思います。では3つ目なんですけれども、実際にどれぐらいの糖質量を摂取すればいいかっていうところなんですけれども、これは先ほどから言っている摂取カロリーと消費カロリーのバランスになってきます。基本ダイエットっていうと、消費カロリーの方が摂取カロリーよりも上回るっていうことが前提になります。でこのカロリーの基本的な考えなんですけれども、基本的には基礎代謝って言われる、何もしてなくてもカロリー消費する消費量と、普段どれぐらい動くかっていう活動量で、大体の摂取カロリーの目安が出てくるんですけれども、仮に私が40歳男性というところで、一般的な平均カロリーが1500キロカロリーとします。全く普段運動してないという状況の場合ですね、それに 1.5 の係数をかけると、だいたい2200キロカロリーぐらいが摂取カロリーの目安になってくるんですけれども、だいたいその糖質量の目安っていうのは、その摂取カロリーの 50-60% は糖質で栄養摂取するのがいいと言われています。ですので、その 50% だと1100キロカロリー分ですよね。ご飯お茶碗1杯、160から80グラムで、60グラムの糖質量が含まれていると考えると、お茶碗普通に朝昼晩で180グラムの糖質量になるわけです。これをカロリー、糖質1グラムあたり4キロカロリーなので720キロカロリーっていう形になるんで、まだ余力があるわけなんですよね。これはご飯で例えたんですけれども、その他にも、お野菜とかですね、根菜類とかですね、そういったものにも含まれてたり、糖質っていうのはいろいろ、もちろんプロテインにも含まれてたりもするんですけれども、まだでも全然ご飯3倍、以上は摂取できるという形になります。もちろんですね、その体格や、普段どういうふうな、運動されている方であったり、基礎疾患がもともとあったりとか、そういう方は別なんですけれども、一般的に、健康で、普段運動されている方で、ダイエットを試みている方であっても、ご飯、僕であったら、3倍程度、摂取できるっていうふうな、計算になりますので、この糖質を食べることがちょっと怖い、太るっていう方は、ぜひその考えを一旦置いていただいて、糖質を取ることで体を動かして、脂肪を燃やしていくというふうな、考えで、ダイエットを頑張っていただければなと思います。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。また B レジェンドでは毎月新商品やお得なセールも開催しておりますので、概要欄の方からチェックお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。